イリー・プロハースカは、チェコの男性総合格闘家。チェコ共和国南モラービア州、ズノイモ出身。イェトサーム・ジムブルの所属。UFC 世界ライトヘビー級ランキング2位。元RIZINライトヘビー級王者。ムエタイのチェコ国内選手権に出場する、プロハースカムエタイと伝統派空手をバックボーンに持ち、2012年にチェコでプロ総合格闘技デビュー。2013年 GCF ライトヘビー級王座を獲得した。2015年12月29日、RIZINファイティングワールドグランドプリ2015埼玉 3D エースのヘビー級トーナメント1回戦で石井聡と対戦し、グラウンドでの膝蹴りで小勝ち。12月31日、準決勝でワジム・ネムコフと対戦し、1R 終了時にネムコフの棄権により TKO を勝ち。決勝でキングモーと対戦し、右フックで小負け。準優勝となった。2016年4月17日、RIZIN1のメインイベントで藤田和幸と対戦し、右フックで小勝ち。2016年9月25日、RIZINファイティングワールドグランドプリ2016無差別級トーナメント開幕戦の無差別級トーナメント1回戦でマーク・タニオスと対戦し、判定勝ち。2回戦でバルトとの対戦が決定したものの、負傷によりトーナメントから離脱した。2017年12月29日、RIZINファイティングワールドグランドプリ2017に ND ラウンドでカール・アルブレックソンと対戦し、1R 終了間際にパンチ連打で TKO を勝ち。2018年9月30日、RIZIN13でジェイク・ヒューンと対戦し、パンチ連打で TKO を勝ち。2018年12月31日、RIZIN14で元Bellator世界ミドル級王者のブランドン・ホール G と対戦し、パウンドで TKO を勝ち。RIZIN王座獲得2019年4月21日、RIZIN15のライトヘビー級王座決定戦で、キングモーと再戦し、右アッパーからのパンチ連打で TKO を勝ち。3年5ヶ月前のリベンジを果たすとともに、初代王座獲得に成功した。2019年10月12日、RIZIN19でファビオ・マルドナドと対戦し、パウンドで TKO を勝ち。2019年12月31日、RIZIN20のRIZINライトヘビー級タイトルマッチで UFC で通算11勝を挙げている挑戦者の CB、ダラウェイと対戦し、右アッパーからの左フックで小勝ち。王座の初防衛に成功した。2020年1月16日、RIZINライトヘビー級王座を返上し、UFC と契約することが発表された。榊原信之 CEO は自身のツイッターで、我々は彼の意思を尊重し、心よく送り出します。今後も変わらず、イリー選手への応援をよろしくお願いします。とコメントし、プロハースカの新たな挑戦を後押しした。2020年7月11日、UFC 初参戦となった UFC251 で、ライトヘビー級ランキング7位のボルカン・オーズデミアと対戦し、右フックで 2RKO 勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2021年5月1日、UFC4ESPN レース vs プロハースカでライトヘビー級ランキング3位のドミニク・レースと対戦し、左スピニングバックエルボーで 2RKO 勝ち。ファイトオブザナイトとパフォーマンスオブザナイトを同時受賞した。ありがとうございます。